パッパラーカワイは、日本のミュージシャン、音楽プロデューサー。本名は、カワイヤスオ。千葉県柏市出身。くるみ幼稚園、柏市立柏第一小学校、柏市立柏中学校、千葉県立東葛飾高等学校卒業後、同窓のサンプラザの赤野らと共にスーパースランプに参加。独協大学中退。1982年にリードギター担当として、 爆風スランプに参加、ラジオ番組企画の一環として、フォークユニットザ・花びらを結成するなど、長期にわたり、中野と音楽活動を共にしている。1988年にはヤマハより、パッパラーカワイ、シグニチャーモデル、ヤマハ MGK、MGK2 が一般に発売される。1999年に爆風スランプが活動を休止した後も、 中野と共にユニットスーパースランプを結成した。1989年に発表された爆風スランプの6枚目のアルバム IBW に収録された曲歌詞はマイラブユーミンを聴きながらは、河合がボーカルを担当した珍しい楽曲であると、共に故郷を柏市の風景を叙情豊かに表現した歌作として根強い人気を保っている。また飯田常治監督、 脚本の映画、バトルヒーターに主演する。ソロ活動としては、ディープパープルの歌詞を直訳して人気になった王様にあやかり、クイーンの歌詞をあやくした曲を、女王様という芸名でリリースした。1990年代後半には、ポケットビスケッツの大半の楽曲を作曲、プロデュースした。また、中野と共に、女性デュオユリマリの全曲の楽曲提供をした。二千二年、 当時まだ、広島限定のローカルアイドルだった、パフュームのデビュー曲、おまじないペローリと2曲目、彼氏募集中をプロデュース。2012年、柏市発のアイドルユニットコズミッククラブをプロデュース。2012年、柏市に新設された柏市立柏の派小学校の校歌を手掛け、本名の河合康草名義で発表した。 地元菓子は日本境区菓子はレイソルのサポーターでもあり、同チームの公式ウェブサイト上でコラムを執筆している。2020年5月14日、公式 YouTube チャンネル、パッパラーカワイパプラパーシナルプロジェクトで、ほぼ毎週金曜23時から2時間ほどの生、配信ライブを開始。アーカイブ視聴可能。また、 所有するギターの弦を変えながらそのギターの解説をする動画も公開している。スケジュールの都合上、正確な開始時間は配信当日に本人ツイッターにて告知される。2020年春、新型コロナウイルスの流行による緊急事態宣言、外出自粛要請下において、緊急事態宣言の解除まで、インスタグラムライブや LINE ラ,ライブなどの配信チャンネルから、毎晩休むことなく、 ギター弾き語りやトークを配信していた。この配信は2020年5月25日、緊急事態宣言が解除された後、現在までほぼ毎週月曜23時にラインライブで生配信されている。スケジュールの都合上、正確な開始時間は配信当日に本人ツイッターにて告知される。近年は作曲、TV ラジオ出演のほか、舞台、ドラマの音楽制作も手掛けている。 爆風スランプとしてブレーク時の1989年に同時期にブレークしたウィンクのファンであることをたびたび音楽番組等で公言していた。乃木坂46のファンでもあり、乃木坂46の命は美しいの新曲キャンペーンで地下鉄の駅に貼られたポスターの写真を撮りに行ったことを2021年6月22日放送の乃木坂スター誕生で発言している。 これが青春だ、サンプラザ中野と組んだ、ザ・花びら名義、布施明のカバー、エースコック、スーパーカップ CM ソング、C、W、タニシュの留ス番、ン、レッツトライアゲインから、チームアミューズ、名義、ありがとうございます。